この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティーなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上ゆっくりしていってね。お邪魔します。ゼリュ作りさん、ようこそ。悟りと小石も元気そうで、今日はどうなさいました？トラブルという風でもなさそうですが。ふっふっふ、ほら悟り、小石、今日は私のお友達に会ったらなんて言うんだったかな。トリックオアトリート。あはは、そうか、今日はハロウィンの日でしたか。幻想郷にも伝わっているんですね。ちょっと待ってておくれ。あ、ごめんよ、仕事の合間につまんでいるチョコレートでも分けてあげようかと思ったんだが、ついさっき食べたのが最後の一個だったみたいだ。そうですか、それは残念。でもお菓子をくれない大人にはこうだぜ。二人ともやっちゃえ。あはははは、やめておくれよ、くすぐったいじゃないか。あはははは。なんか、すいません、わざわざ用意してもらっちゃって。いえいえ、元気な顔を見せてもらったんですから、これくらいのおもてなしはしないと。ふふふ、よかったな、悟り、小石。うん、悟りがこうして出てきてくれたのが何よりです。あの事件で心をえぐられてしまったようですからね。はい、私もほっとしてます。せっかくゆっくりとも人間とも仲良くなり始めてたのに、このまままた一人ぼっちになっちまうんじゃないかって心配だったんで。実際、心の傷は後からうずくということもありえます。今は元気そうでも、怖い夢を見たり嫌なことがあったり、何かそういったことがきっかけで突然塞ぎ込んでしまうこともないとは言えません。はい、何事もなく元気に過ごしてもらうのが一番ですけど、その辺はまあ注意深く見てやるようにします。よろしくお願いします。ヨウムちゃん、鬼は仕事やお買い物やお洗濯やお掃除はしなくていいの？ああ、お気になさらず。それより何よりこうして見張っていることの方が今は重要なので。その、どうして見張られてるのかしらん。いやまあ別に、どうというわけでもないんですよ。ただその、今日はなんとなく見張っていないといけないような気がすると言いますか、視聴者さんから見張ってた方がいいと言われているような気がすると言いますか、視聴者さん。そんなわけなので今日一日ゆゆこ様に張り付いていることにしたんです。今よりゆにょん、今日はみんなからお菓子をもらえる日、このチャンスを逃してはないわん。行きましょうゆにょん、レッツトリックオアトリート。え、ちょっと、ハンレイちゃん、どうしたのかしらん。ゆゆこを部屋から出すなって。ああ、ゆゆにょんがおトイレに行きたいって言ってるのだけど。わ、悪いわよそんな、私が自分で連れて行くから。どうなさいましたゆゆこ様。今日は危険なことが起こる予感がするので、うちでおとなしくしててください。ゆゆみょんの身に何かあったら大変です。ブー、今夜は我が家でハロウィンパーティー。ゆっくりちゃんたちのためにお菓子をたくさん用意しておかないと。まあお菓子をあげずにいたずらされるのも全然ありですけどね。ゆっくりちゃんたちならうふふふふ。フランちゃん、楽しみなのはわかりますけど、もう朝も早いですからお年齢しましょうね。よほど楽しみなんでしょう。久しぶりにフルパワーでみんなと遊べますからね。この前のサトリちゃんを元気づけよう作戦の時はお昼間だったのであんまり起きていられませんでしたし、サトリちゃんのためならって眠たい目をこすって。あら？フランちゃん、いつの間にか寝ちゃいましたね。そういえば、例の事件があった後、二人はあんまり喧嘩をしなくなりました。今度悪い人に会ったら二人でやっつけるって、そういう結束力みたいなものが生まれたんですかね。日が暮れるのも早くなりましたね。さて、一番乗りはゆゆこさんか霊夢さんか、あるいは、あらあら、キルノちゃんが一番乗りでしたね。待ちなさいってばキルノ、ようこそアリスさん。こんばんは、お早い到着で。まったく、キルノったらお菓子って聞いただけではしゃいではしゃいで、追いつくのがやっとでした。元気ですね、キルノちゃんは。で、キルノちゃんが扮しているのは、さあ、雪の女王、のつもりみたいですけど、なるほど氷タイプのゆっくりちゃんらしいですね。あらあら、もうお菓子交換しちゃったんです。何をもらったんですか？まあ可愛らしいアイスキャンディー、ありがとうございます、キルノちゃん。で、あなたは何をもらったの？
しい木の実？ああ、夜になると森の方で鳴るらしくて、最近の二人のお気に入りなんですよね。へえ、そうなんですか。気に入ったみたい。ありがとね、ゼミリア、フラン。それでは改めまして、ハッピーハロウィーン。いや、夜にこうしてみんなで集まるのはお久しぶりですね。この時間ならレミリアたちも思いっきり遊べるからな。そんなわけでマリサ、トリックオアトリート。はいはい、わかったわかった。ブラックサンダーやるからおとなしく食べてなさい。エンセイン。さてこちらも目を光らせておかねば。トリックオアトリート。あ、始まってしまった。エンドレストリックオアトリート。よしでは貴様には神々が酒を恵んでやろう。ありがたく受け取るのじゃ。あらあら、まあまあ、じゃあ様で寝かせないわよん。それはこちらのセリフぞ。助かりました神様方。楽しそうにお菓子交換しちゃって、仮装も可愛いんだから。あ、なんか言ったか？まあまあ、なんでもないし。それよりダーリス。何よ？トリックオアトリート。ふん、マリサにあげるお菓子なんて用意してないもん。お、それはつまりいたずらしてくださいってことなのか？そういうんじゃないし、別にマリサにいたずらされたいとか思ってないし。そうか、いたずらしてほしいならしょうがない。じゃあ早速新薬の実験台になってもらおうか。わかったわかった、手作りのマカロンあげるから。ていうか新薬の実験台ってもはやいたずらの域超えてるし。わかればいいのだよ、わかれば。さ、サナエさん、トリックオアトリート。はい、どうぞ。お菓子が欲しかったんでしょ？あ、それともあれですか？私に何かいたずらしたかったんですか？いや、その、もうヨウムさんったら一体どんないたずらをするつもりだったんです？だからそんなつもりではなくて。いいですよ、ヨウムさんだったら、どんないたずらでも許しちゃいます。は？は？ななにを言って。あははははは、ヨウムさんってばまた赤くなっちゃって、一体何を想像しちゃったんですか？あんまりからかうとそのお胸反り落としますよ。言いたいのは嫌です。まったくこのダブルバカブルドクター。なんか私だけ蚊帳の外で面白くない。しょうがないから赤身殿の飲み比べにでも付き合ってやるか。フランに何かされたの？私何もしてないぞ。え？レイムお姉ちゃん。そういやどこにもいないな。サナエたちも寝ちまったし。あ、寝ちまってたか。で、どうした小笠？そっか、レイムがいなくて寂しかったのか。そういやあいつ、どこ行っちまったんだ？あれか、かな子たちと飲み比べでもしてるのか。まったくなんてやつだ。小笠をほったらかしにして飲んだくれてるだなんて。待ってろ小笠、今霊夢のところに連れてってやるからな。